はい、どうもこんにちは、マシート。みくとみーです。はい、さあ本日紹介するのはこちら。じゃーん。ロマン幻聴、空想生物図鑑3です。はい、今までですね、空想生物図鑑シリーズ、レビューしてきたんですけども、今回は3番目になりますね。今回はロマン幻聴っていうような感じになってて、まあ、またね、無機物と生物が合体したような感じのものになってます。うん、今回は鳥ということで、僕鳥が好きなんですけども、はい、まあこういったね、なんかすごい綺麗な感じの鳥にね、仕上がってますんでやっぱり欲しくなって、今回も回してきちゃいましたガチャね。はい、1回500円だったんですけども、今回3種類になってて、妖艶浴場と非艶浴場、非艶浴場と青銅浴場というような感じの3種類になっています。うん、じゃあね、本日はね、まあ3種全部コンプリートしましたんで、本日こちらの方をレビューしたいと思います。はい、マシアとみくりんチャンネル。はい、ではですね、早速、まあ、開けていきたいんですけども、まあ、まず、いろいろなんか書いてあるんで、読んでいきましょうか。作者の言葉がありますね。この作品は2つのものが支え関係を軸としている。モチーフとなっているのは、肥沃の鳥という鳥で、中国の、あれだね、一つの、翼と一つの目しか持たない雌雄が、お互いに体を支えながら飛行すると言われている。また同じく、和洋折衷という様式も、日本と西洋の二つの文化がお互いに混じり支え合うことで完成する。そこから形のあった、ロマン幻聴は、和洋の混在が、顕著だった大正時代をイメージし、その時代の建築に見られた窓や街灯のオブジェを取り入れている。日光を当ててみたり、暗いところで照らしてみたり、また町先に連れて行ったり、いろんな楽しみ方をしてもらいたいという感じに書いてありますね。ラフアンはこんな感じ。ラフアン時点でもうなかなりかっこいいよね。うん。で、まあその通りね、オスメスがそれぞれお互い支え合って飛んでるというような感じになってるので、2匹合体してるような感じになってるんだね。一番綺麗なのはやっぱりこれなんですけども、非連翼鳥もいい味出してますし、で、青銅もね、なんかすごい銅像、オブジェみたいな感じで、これもいいよね。どれも好きです。はい。なるほどね、肥沃の鳥ねいたね、そんなね、ゆうゆうでも言いましたね。はい、で、まあ裏に組み立て方がね書いてありますので、じゃあ早速組み立てて、1匹ずつ見ていきたいなと思います。正確には2匹ずつなのかもしれないけどねじゃじゃん。陽光に照らされる姿をイメージした色彩の翼鳥、日光を透過するステンドグラスような羽を持ち、太陽のように燃え上がる火炎をまとう姿をしている妖艶翼鳥ですね。はい、まずこれが一番最初なんですけども、まあ一番カラーが使われているのがこれですね。なんといっても特徴はこのステンドグラスの羽ですよね。これが綺麗で、うん、これに一目惚れして買ったようなものです。はいはい、で、火吹いてるんですけども、これは全部クリアパーツで、で、背中とかに生えてるこの毛の部分も全てクリアパーツで再現がされています。はい、で、対象をイメージしたこのね、まあ光だよねライトの部分だよね。うん、これも中はクリアパーツで成形化されていて、黄色のクリアパーツで再現されてるんですけども、黒と黄色っていうね、抜群に似合ってるこの色でね、組み合わせてくるっていうのがさすがだなと思いました。はい、ちょっと個人的に物足りないなって思うところがちょっとあるんですけども、まあ背中の方がね、ちょっとなんだろう、寂しかったりっていうのはあるんですけど、黒一色でちょっと寂しいなっていうのはあるんですけど、どうせだったらこの辺もクリアパーツにして欲しかったなっていうのはあるんですが、まあ一回500円のガシャポにそこまで求めるのは酷というものでしょうか。はい、いやでもね、いやーこれかっこいいわ。かっこいいし綺麗だし、本当に言うことなしって感じがします。はい、でこの妖艶翼鳥なんですけども、はい、近くで見るとこんな感じになってます。毛の部分だとか羽の部分とかの造形がしっかりね、ディティールがよくできてるのがね、伝わるかなと、カメラ越しでも伝わるかなと思います。はい、で目のところは目らしきものはなくて、本当に一つ目というのをイメージしたような感じになってます。で多分この火吹いてる方がオスで、火吹いてない方がメスだと思われます。はい、角の大きさとかがありますからね。うん、っていうのもあるみたいなんですけども、よくできてるなと思います。はい、で後ろのこのライトの部分は独立稼働ができてブラブラすることができます。はい、ただ引っ下げてるだけなんですよね。うん、いやでも逆にそれがいい。はい、って感じがします。いいね、この
シリーズね、やっぱね。うん。以前、あの、こちらの鹿さんの方をレビューしたと思うんですけども、はい。こっちもね、よくできてたんですけども、うん。今回はまたちょっと違うテイストで、うん、またやってきてくれて嬉しいなと思います。やっぱりなんか、骨っぽいイメージが、この人好きですよね。ね、名前がね、よいしょ、台座に書いてあるんですけども、村松あゆみさんって方なんですけども、はい。いやー、いいセンスしてるよ、この人。はい。この人のもとで、ちょっと絵の修行とかしてみたい感じがします。あと言ってもね、塔の方人の中にはね、センスっていうものがありますからね。はい。やっぱそのセンスが抜群なんだろうなと、個人的には思います。はい。じゃあ次見ていきましょう。秘連翼鳥ですね。じゃーん。大正時代のレンガ像に似た色彩の翼鳥。黄色と、読めない。なんだろうな、対比が当時の雰囲気を漂わせるような姿をしてるって感じに書いてあるんですけども、はい。漢字がむずいね。読めないね。はい。今回は前回のやつとはちょっと違って、うん、どちらかというとモノトーンというような感じのカラーになってますね。はい。まあ、より対称っていうような感じがしなくもないですよね。ちょっと木造チックっていうか、うん、ちょうどあのね、時代の背景を思わせるようなカラーリングになってるんですけども、今回火も、生えてる火も、体と同じようなカラーリングになっていて、うん、前回の、さっきの、妖艶翼鳥と見てみると、ちょっと、地味な印象を受けなくもないんですが、はい、飾り物として見るのであれば立派なんじゃないかなという感じがします。クリーム色の近いね、この白色の部分、なんか骨を思わせるような感じがして、うん、頭のカラー、頭のねイメージとすごい合ってますよね。はい。でさっき妖艶翼鳥ではちょっと見受けられなかった体の細かいディティールなんかも、これを見るとよりねはっきり見えるような感じがして、これはこれでいい味出してるなって感じがします。はい。造形は全く一緒なんですが、うん、生物感が強いのがさっきの妖艶翼鳥で、うん、置物感が強いのがやっぱり秘伝翼鳥なのかなって感じがしなくもないですね。いやでもね、個人的にはこれもかなり好きです。はい。はい、じゃあ次、青銅翼鳥見ていきましょう。じゃーん。街頭に佇む青銅像のような色彩の翼鳥。まだ新しく磨かれたばかりのブロンズのような質感の姿をしている、青銅翼鳥ですね。はい。先ほどは2色あったんですが、もう完全に1色となった、翼鳥でございます。はい。なんですが、より置物感だよね。より、インテリアとしての意味であれば、こちらの方がふさわしいのかなって感じがします。うん。1色になってしまったんですけども、うん、このね、青銅色っていうカラーなんですけども、はい、これがまたね、いい味出してますよね。なんだろう、完全にね、成形色一色になってしまったっていう点では、ちょっとね、先ほどの秘伝翼鳥とも、妖艶翼鳥ともちょっとね、劣っちゃうところがあるのかなとは思うんですが、こういったもの、置物ってね、よく見かけますよね。竜とか鳥とか虎とか、まあ、あの辺もよく見かけますし、うん。そういったものにね、やっぱり近いものがあるんじゃないかなと思います。はい。生物感はほぼゼロになってしまいましたが、うん、それでもね、やっぱ青銅翼鳥いい味出してるんじゃないかなと思います。うん、いい意味でも悪い意味でも、中途半端という意味では秘伝翼鳥がいいのかなとは思うんですけども、はい、こちらですねの方がいいのかなとは思うんですが、個人的には1番は妖艶翼鳥で、2番目が青銅翼鳥、3番目が秘伝翼鳥かなって感じがします。はい。ちなみになんですけども、一応これ火とこの火の部分は外せますので、よいしょ、自分で好きなスタイルを選ぶことができます。よいしょ。はい、こんな感じに外してね、火なしバージョンみたいなのもできなくはないんですけども、うん。まあせっかく火のパーツもついてるので、まあ、そっちの方も、それもね、つけて飾ってあげるのがね、いいかなと思います。はい。一回500円のガシャポンなんですけども、うん、やっぱこのシリーズ、本当にね、よくできてて人気なんですよね。僕が回した時も、残りあと6個ぐらいしかなくって、6個 ?7 個だったかな、うん、しかなくって、はい。1回目青銅で、2回目秘伝で、3回目秘伝で、4回目青銅で、5回目でようやく妖艶が出てきてくれて、こんな、結果になっちゃったんですけども、はい。まあちょっとね、あまりあってもいいのかなっていう感じがしなくもないシリーズですよね、本当にね。うん。玄関のところにね、飾って。はい。ちょっとね、コレクションとして増やしていこうかなと思います。はい。は
はい、というわけで、ロマン幻聴ですね、空想生物図鑑3の、全集レビューでした。はい、相変わらずいい出来でね、本当にどれもね今回は好きだったなと思います。前回のあの鹿のやつだよねは、あのちょっとカラーリングが違うのが3種類やっぱりあったんですけども、ちょっとこれだなっていうカラーがやっぱりねメインのやつしかいなかったんではい、こいつですね、しっかりなかったんで、あの1回しかあので1回回したらこの子が出てきてくれたんで、あ、しっぽとりした、あのデビューしたんですけども、はい、1匹だけねデビューしたんですけども、今回はかなりどれもねいい感じだったんで、あのどれを迎えても正解だったのかなと個人的には思います。はい、で、まだ出たばっかりといえば、出たばっかりといえば出たばっかりなんですけども、凄まじい人気でしたので、もしかしたらもうないのかもしれませんが、もし見かけた際はね、回してみるのもいいんじゃないかと思います。大変人気なシリーズなんで、尻尾つかないな、全然。大変人気なシリーズなんで、結構ね、再販かかるものなんで、はい。まあ、見かけた際はぜひ回してみてください。はい。個人的にはどれもおすすめです。一番おすすめはやっぱり妖艶浴場なんですけども、はい、まあ皆さんはどれが好きかっていうのも結構分かれると思いますので、おのおの好きなものをお迎えしてみてください。はい、これで空想生物図鑑3なんですけども、もし4とかね、出るようであればまたちょっとレビューしてみたいなと思います。はい、というわけで、ロマン幻聴、空想生物図鑑3の紹介でした。紹介したのばしーとめくとりんでした。はい、またねー。じゃあねー。バシーからお願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。Twitter、Instagram もやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとミンチャンネルをお願いします。